おはようございます。私はただいま南武線に乗車中です。とある駅で下車します。まずは乗ってきた列車を見送ります。ということで、やってきたのは南武線の鹿島田駅。本日の主役の駅はここ鹿島田駅ではありません。ここの近くにある駅が主役です。なのでまずはその駅に向かうべく鹿島田駅を出場します。まあ先にどの駅が主役かネタバラシしておくと、横須賀線の新川崎駅です。ここ鹿島田駅からは新川崎駅まで連絡通路が整備されており、地上に降りることなく移動することができます。南武線の列車を見送り、改めて新川崎方面へ歩きます。鹿島田駅を出ること10分ほどで左側に線路がたくさん見えてまいりました。そして到着しました、新川崎駅。まずはこの駅がどんな構造をしているのかなど、実際にホームに入りまして見ていきたいと思います。まずはホームへ。ホームにやってまいりました。サムネイルにある仲間外れの謎は後ほど説明するとして、まずは新川崎駅について軽く説明したいと思います。新川崎駅は横須賀線湘南新宿ラインの停車駅で、1面2線の構造を持つ島式ホームです。1日平均2万人が利用するこの駅は、1980年に SM 分離により横須賀線の駅として開業しました。駅のすぐ隣には JR 貨物の新鶴見機関区があり、新川崎に貨物駅が併設されている感じになっていますが、もともと横須賀線は貨物線で、貨物線を旅客化する際に新川崎駅を設置したということなので、貨物駅に旅客駅がくっついているというのが正しいんでしょうね。貨物駅が近いということもあり、撮影中に何度も貨物列車と遭遇いたしました。この新川崎駅は横須賀線湘南新宿ラインの停車駅ですが、湘南新宿ラインを走る特別快速や快速はここ新川崎駅を通過します。撮影中にも快速の通過がありましたが、結構な速度で通過していくんですね。ちなみにこの撮影日は遅延が発生していて、上下線の通過列車がほぼ同時に通過するという、まあ、珍しいのかどうなのかは分かりませんが、そんな感じのシーンが撮れましたので、それをご覧ください。他にも横須賀線を走る成田エクスプレスも通過します。成田エクスプレスは新川崎のお隣の駅の武蔵小杉と横浜には停車します。この成田エクスプレスの通過もサムネイルの謎に関わっていますよ。そして埼京線相鉄直通線の電車は新川崎駅からその走行ぶりを見ることができますが、通る線路が羽沢横浜国大駅近くにある羽沢貨物ターミナルへ向かう貨物線を走行するため、新川崎駅構内を通過するにもかかわらず、ご覧の通り貨物線にホームがないのでもちろん通過します。それではお待たせいたしました。なぜこの新川崎駅は仲間外れなのか見ていきたいと思います。新川崎駅は横須賀線と東海道線の線路を分ける SM 分離により誕生した駅です。新川崎駅開業前、駅名は新鹿島田駅とされていましたが、それだとどこの駅なのかわからないという点と、
SM 分離により川崎駅の代替駅として横須賀線に誕生した駅ということで新川崎駅と名付けられました。新川崎駅開業当時、横須賀線に武蔵小杉駅はありませんでしたが、2010年に武蔵小杉駅の横須賀線ホームが設置されたため、横須賀線で武蔵小杉まで行き、南武線で川崎まで行けることから、今では新川崎駅は川崎の代替駅という意味が薄れてきております。実際オープニングで私が降りた鹿島田駅とはご覧いただいたように連絡通路でつながっているほど近いですが、鹿島田駅と新川崎駅は正式な乗り換え駅として設定されておりません。さらに切符においても新川崎駅は仲間外れにされていることがわかります。 JR の特定特殊区間制度において川崎駅は横浜市内の駅として属しておりますが、新川崎駅は横浜市内の駅として属してはおりません。同じ川崎がつくのに特定都市区間からも外されてしまうのってなんかかわいそうな気もしますよね。さらに川崎駅では特急踊り子号が停車します。特急湘南号やサフィール踊り子号、サンライズ瀬戸出雲号は川崎を通過しますが、踊り子が停車するので川崎は一応は特急停車駅です。しかし新川崎駅は成田エクスプレスは通過、臨時で走る新宿始発のサフィール踊り子号も通過、新宿に向かう特急湘南号は貨物線を走るのでもちろん通過と停車する特急列車がありません。という以上の3点からも新川崎駅は仲間外れにされていると思えますよね。サムネイルの仲間外れの意味、ご理解いただけたでしょうか。ということで本日は仲間外れの川崎駅の新川崎駅に行ってまいりました。いかがでしたでしょうか。まあ利用している方からすると仲間外れとは失礼なと思われるかもしれませんが、3つの理由からするとそう見えても仕方がないのではないかなと思います。ということで本日も見てくださってありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。